年収チャンネル。はい、年収チャンネルです。イラです。はい、今回新しいゲスト、田口さん、かっこ亀ということでお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。田口さん、今日はどこのお話をいただけますか。株式会社オリエントコーポレーションのオリコという会社の案内をさせていただければ。ありがとうございます。オリエントコーポレーションと聞くと聞きなじみがないですが、オリコと聞くと聞きなじみがあります。うん、オリコさん、どんな会社なのか簡単に教えていただけますか。信販会社というところで、オートローンであったりとか、ショッピングクレジット、カードの業務であったりだとか、提携カードを作ったりとかですね。金融保証の方の業務をやっています。わかんねえまず信販会社って何ですか。信用販売ということで、うん、一個人の、まあ、信用に基づいて、うん、その人にお金を、まあ、貸すっていう業務にはなっているんですね。わかりやすいところでクレジットカードであるとかっていうのは、まあ、その人の信用があるのでその人に使った分を貸してその分を回収するっていう業務なんですけど、そういったところを例えば家賃保証とかもやっているので、うん、まあ、家賃の保証とか全て基本的に保証で成り立っているような会社になっています。お客さんは 2C になってくるんですか。 2C にはなってくるんですけど、我々がちょっと対応しているのは基本的には B2B の方で対応している感じです。それはどういうところになってくるんですか。例えば車のオートローンって話したんですけど、オートローンになると中古車販売店さんとか、うん、日産、まあ、ホンダとか、まあ、そういうところになってくるんですけど、まあ、契約を結んでいて銀行から借りるマイカーローンってあると思うんですけど、そこばっかりが借りられるわけではないので、借りられない人たちのためにうちのような信販会社がいてお金を貸し出す。はあ、なるほど。ディーラーさんとかが売るときに、はい、オートローンっていうのありますぜ、分割払いできますぜみたいなので進める。他にはどういう会社さんがあるんですか。競合っていう意味でジャックスさんとか、おうおう、セリナさんとか、そういったところが同業他社になっていて、全く同じようなクレジットカードを作ったりとかもしているんですけど、規模感でいうとどんなような感じなんですか。オリコさんのポジションみたいな、業界の中で一応トップ、一番走っている会社になっていて、信販会社っていうとやっぱり最初に出てくるのはドコモ、オリコっていうところになってくるんですね。2位がジャックスっていう感じになっている状態です。収益源とかってどういうところになってくるんですか。2通りありまして、分割払いのところで直接お客さんからお金を少しずつ回収する場面もあるんですけど、それとは真逆で加盟店さんの方から手数料をいただかない無金利状態っていうのもやってるんですね。ジャパネット高田とかで60回まで無金利とか言って、はいはいはい、あれって例えばセディナさんとか、まあ、うちみたいな会社を使って通してるんで無金利でやってるんですけど、お客さんから無金利なんですけど、うちから収益を取ってる。販売会社からすると無金利で売れるから宣伝文句に使えるよねみたいな、はい、売れればいいっていう考え方の、はい、時計とかありますよね。おっしゃる通り、それもオリコさんとかそういった新版会社を使ってる、はい、なんか時計も要は60回30回無金利版、へえ、1年目2年目の社員がおっしゃる通りを使って買いますもんね。高額な金額を買っている、買ったんですか。買いました1年目の時に買わされました。でそれはあれなんですか、その個人から回収するときは例えば22、3万のものに対して決済手数料というかとかっていうのを、まあ、何万円かに何パーとかっていうのをちょっとずつこう、そうですね、まあ、無金利の場合ですと本当に23回払いとかになるので、月1万円で買えますよっていうことができるんです。俺もそれやりたいそんな中でどういう仕事をしてらっしゃったの。今言われていたような時計屋さんとか車屋さんとか、まあ、そういったところで B2B の方たちに同じ営業マンがジャックスさんとかいる中で勝ち合うんですけど、うちを使ってくださいっていう感じで営業マンを逆に口説いてたって感じ。なるほど、営業されたってことなんですか。おっしゃる通りです。ディーラーとか時計屋側からしたらオリコさんも提携するけどジャックスさんも提携するみたいな、並行して提携するパターンっていうよりかはもう一社決めるみたいな感じだった。何社も入ってるんです。じゃあ優先的にオリコのローンを紹介してねっていう。おっしゃる通り。何が決め手でやるんですか。やっぱ手数料安いよとかですか。手数料もそうなんですけど、本当の話をすると人間性ほぼほぼ変わらないので、商材的なところが営業マンがこいつちょっと可愛いからこいつ使ってやろうとか、飲みに行った人が、まあまあ、あんま言えない話ですけどした時とかに仲良くなっていて、この人はうちを使ってくれるけどこの人は全く他社使ってくれないとかっていうのはよくある話、うん、めちゃめちゃウェットですね。そうですね、うん、以前聞いた保険代理店の人と似ているような。信用とかは関係ないんですか。例えばそのオリコさんと提携するとどんなお客さんでも通せるからオリコさんがいいみたいな。正直なくてですね、そうしてしまうとうちがちょっと収益取れなくなってしまったりとかもするので、回収できなかった時に困ってしまったりもするので。なるほどなるほど。じゃあめちゃめちゃウェットなお付き合い。そうです、はい、ドブ板営業って言われてたんですけど。はあ、それ社内でも結構いいんですか。ドブ板営業。ドブ板営業って言います。社員の人たちっていうのは営業に回ることが多いんですか。そうですね、男性の場合だと入社して7割くらいは営業に回る形です。残りの2割の方は管理、クレジットセンター、まあ、女性のメインのようなところに配属される感じです。キャリアは営業がメインで、やっぱ全国展開。全国展開。全国転勤あり。おっしゃる通り。
頻度早く変わるんですか？3年に1回のスパンです。ずっとこう移動し続けるケースが多いんですか？北海道から沖縄までぐるぐる回ってる。3年おきに、まあ長い人でも5年、本社の方は長いんですけど、3年で早くちょっとあまり上の方からよく思われてない人とかっていうのは1年半とか2年で出されてしまうケースもある。なるほど。成果っていう意味では完全に自分の担当のお客さんがどんだけローンを通してくれたかとかになってくるんですか？そうですね、そこになってきます。新規開拓というよりかはいくら使ってくれるか、もうそこに注力する営業なんですか？既存店ももちろんやるんですけど、はい、新規開発のところも活発的にやってくれっていう上からの指示が降りてきているので、既存だけでは回らなくなってきているので、新規も必ず開拓しろっていうので、今どのぐらい新規取ったとかいう話になります。逆に新規なんてあるんですか？うん、たまたま飛び込んだら契約したとか、そのぐらいの規模感です。ある程度高額商品じゃないと、はい、まあ、ローン組もうなんていう話にならないわけじゃないですか、はい、ってなってくると、そんなにこう数がめちゃめちゃあるわけでもなしに、オリコさんぐらいの規模になってくると、あとどこが残ってるんですかっていう感じなんですか？それがまさにおっしゃる通りね。上からの指示はそう来るんですけど、都内はちょっと別かもしれないですけど、田舎の方のマーケットってうち使ってないところほぼないじゃんみたいなところになってる。新規だと思っていったら既存店でしたみたいな、大昔に契約してますみたいな、休眠状態のところを掘り起こすみたいな。おっしゃる通りですね。年次が上がっていっても営業を続けていくものなんですか？いや、年次が上がるとですね、あと補佐ですね、補佐課長で副支店長支店長って上がっていくんですけど、やっぱりもう業務からどんどん離れていってしまうので、うん、課長補佐までは現場はやっているんですけど、課長になってからも本当現場のマネージャーになるので、たまに担当持ってる人もいるんですけど、うん、基本的にはそのやらかした社員の尻拭いを、なるほどなるほど、あとはまあ売り上げの高いお店に対して挨拶しに行ったり、なるほど、そういう感じです。とはいえずっとこう営業バタでずっとこういるっちゃいるみたいな。そうですね、中にはやはり営業不向きだなと思われた人とかに関しては営業から外されて事務方に回らされてることはあるって感じです。年収のところも聞いていきたいんですが、銀行員とほぼほぼ一緒な感じにはなっていまして、役職にならないと、課長補佐ですね、最初のところにならないとほとんど給料上がらない。ああ、なるほど。階級が上がるとポンと上がるみたいな。おっしゃる通りですね。だいたい新卒で400万前後になっていまして、うんうん、まあ、そこから徐々にまあ上がってはいくんですけども、30歳迎えたところで役がついた、急にポンと上がって550とか、まあ、600とかに行ってくる。でそこから何かない限りは課長まで行く。ああ、なるほど。課長まで行ってどうくらいありますか？課長の方に関しても2通りありまして、まず1つ目の方に関してはプロパーってよりも全国を飛び回る総合職で入った人間といえば高い700とか、まあ、行くって感じなんですけど、そうではなくて他の地域回らない方、沖縄から出ませんよって契約をした方に関してはやはり全然金額が変わってくるので100万単位で多分かかってくると思います。なるほどですね。審判会社の面白いところってどこですか？自分その1個前の人が攻略できなかったところが、自分になったらたまたまその社長の懐に飛び込んで一気にシェア全部取ってくるとか、9割うちになるってことがあるんですね。面白いところかなと思います。まあ、よく言うその無形商材の人間、おっしゃる通り、コーチャラっていうのの陣取り合戦に成功するとおもろいよね。営業が本当に好きな方は、まあ、向いてる、おっしゃる通りですね。営業ちょっと嫌だったらめちゃくちゃつまんない仕事みたいになっちゃう。おっしゃる通りです。そういう方は本当にやめていく。なるほど。面白くないところ教えてください。決まり事がすごく多すぎるかなと。ファックス一つ送るにしても隣に誰か管理者がいて、出た金融あるある、聞いたことあるぞ、あるぞこれをまあ流すのに必ず送付上間違ってたらもうそこもチェックされて、出た社外にメール送るときにチェックとかあります？おっしゃる通り、ありますよね。どっかの銀行で聞きましたね。これは俺もあったもん。だって部長承認とか言ったもん。営業手法とかはでも結構自由にやらせてくれるんじゃないですか？そうでもないですか？個人には任せてはいるんですけど、それでもまあここはちゃんとやっとけっていうところは抑えられてはするので、まあ自由っていうのは自由です。女の子ジャブジャブとかもあったんですか？あんまり聞いたことはない。あんまないですね。オリコのまあ文化的に昔の、そうですね、そういう人たちがまだいるので、今はあまりないかもしれない。昔はあったかもしれない。はあ、なるほど。若手はそういう過剰な接待というか、はい、そういうのはあんまりやらないんですか？あ、やる人は少ないかもしれないです。上の代の人たちはそういうのがもうゴルフとか多分当たり前でやってた世代だと思うんですけど、我々の方はあのそういうのやったらもう今コンプライアンスもちょっと厳しくなっているので禁止。その中なんかウェットなこう付き合いってなんか どうやってやっていくんですか？それが禁止されていく中、ジジキヤさん毎日通うとかですか？出たー、幼稚園的な、はい、毎日顔だけ出していくっていうのを2ヶ月続いてれば情でほだされて2ヶ月後にこっちを向くという手法がありまして、何がしたいんですか話をあっちからしてきて、どうしても
もちょっとお願いがっていう話を聞いてくるようになる。じゃあ最後にじゃあオリッコに向いてる人を聞いて終わりにしましょうか。一つ言えるのは本当全国転勤がまず嫌じゃない人。大事だこれ。じゃあ俺無理だこれ大事だ俺無理だ。あとはもう毎日いろいろ足しげく通ったりだとかクレジット業務ですね、カードに興味がある人であるとか、うん、そういった方は向いているかと思うので入ってみてはいかがと。わかりました。はい、ということで今日は名前は知ってるけど何やってるか実は知らなかった会社、オリコさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。